おはようございます。今日は先ほど拝見いたしました終わりなき叫びについて語りたいと思います。まあ、この作品はアフリカ映画で、まあ、アフリカのチャドの映画ですけれど、まあ、チャドっていうとあのアフリカ映画の父ウスマン・センベーヌもチャドっていうタイトルの作品撮ってますけれど、で撮られたのが割と最近ということで、ここ数年間の間に撮られると、ここ数年間の間のアフリカといえばあの北アフリカで革命が相次いで起きましたね。大不況の時代に貧しい人々はやはりそれ以上貧乏になったらもう食うもんがないわけですよ。何かを変えないと餓死するってなったら確実にもうあの革命って起きるわけですよね。でこの作品の内容もあのクーデターが起こりそうになってる国、その中で暮らしてる人の話なわけですね。その不況の影響は受けつつある一般市民を描いてるわけですけれど、水泳が得意でプールが大好きでプールの監視員をやってると。ところがホテルでプールの監視員やっててもそんな仕事めったにないわけですね。彼は自分の息子にも後を継がせようとして監視員の仕事を教えるわけですけれど、息子を監視員に据えるためにじゃあ彼には門番に回ってもらおうと。彼はあの国軍支援のための金払わなかったわけですね。それでもって国軍側が彼の息子を徴兵しに来た時、体の具合が悪いふりをして彼の息子が連れ去られるのを止めないで見てたわけですよ。それはもう自分がプールの仕事に返り咲きたい一心だったんでしょうけれど、まあ本当にクーデターが起こり始めると仕事どころじゃないんですよね。そんな状況になったらもうプールのことよりも息子のことを思って息子を迎えに最前線に行かなければならない。不景気で職がなくなる現実の貧しさと、それによって貧しくなる人の心みたいなものがここに描かれているもので、静かにその人間の心の貧しくなっていく様が描かれているという感じで、叫びと呼ぶにはあまりに静かな作品でしたね。それではまたお会いしましょう。